一足先にロビーへ出た俺を待ち受けていたのは SOS 団女性陣の面々だった。どうだったの？最終審査って何？よく聞け。かくれんぼだ。はぁ、あ、かくれんぼ？かくれんぼって、あのかくれんぼですか？首をかしげる朝比奈さんの気持ち、痛いほどわかりますよ。そう、あのかくれんぼです。拍子抜けするわね。てっきり参加者同士で格闘でもするのかと思ってたわ。他人事だと思って無茶を言いやがる。ボンボンなんかに負けちゃダメよ、絶対。頑張ってください、キョンくん。それはもちろん鶴屋さんのためにも、ここが正念場ですから。それはその通りなんだけど、いい？キョン、目的を忘れるんじゃないわよ。あくまで婚約の阻止よ。念を押さなくても分かってるさ。本当かしら。なんか少し不機嫌になったような気がする。春日の気に障ることでも言ったか？俺リクルン、ちょっといいかな。あと春日たちもこっちこっち。何かしら鶴屋さん。春日たちは鶴屋さんに呼ばれてロビーを出て行った。残されたのは最終審査に参加する4人だけとなった。こうなれば頼れるのは己の勘のみ。果たして吉と出るか凶と出るか。そうして待つこと半時ほど経った頃だろうか。お待たせいたしました。これより最終審査スタートです。ついに始まったか。最初にどのあたりから探すか決めておこう。一番最初に捜索を開始する場所は、まさかここにはいないだろうとは思いつつも、プールを探しに来た俺なのだが、そこには予想外の人物が待ち受けていた。朝比奈さん、残念でした。ここに鶴屋さんはいません。いやいや、そんなことよりも朝比奈さん、なぜ水着姿なのか、そこが不思議なのですが、もしかして参加者へのサービスですか？難しくなっちゃいます。ナイスリアクションです、朝比奈さん。もう一度ループでここに来てもいいとか、うっかり思ってしまいそうです。あの、キャンプどうかしました？いえいえ、何でもありません。まさか朝比奈さんがいるとは思わなかったのだ。コンテストのお手伝いに呼ばれたんです。少しでも鶴屋さんの力になりたいし。花婿候補として参加できるのは当然男だけ。朝比奈さんも歯がゆい思いをしてたのだ。待てよ、コンテストの手伝い、もしかして朝比奈さんは知ってるんですか？鶴屋さんの居場所。はい、知ってます。どこに隠れてるのか。でもルールはルールですから、私も答えを教えるわけにはいきません。もしバレちゃったら、キョン君は失格になっちゃいます。朝比奈さんとしても複雑な心境なのだ。鶴屋さんを助けるためには俺に正解を教えたいだろうし。でもヒントは出すように言われてるので、それは教えちゃいます。鶴屋さんはこの船にとって一番重要な場所に隠れてます。この船にとって一番重要な場所？機関室？いや、燃料タンク。前者はともかく、後者はありえないな。ヒントおしまい。キョン君、必ず鶴屋さんを見つけ出して優勝してください。私からのお願いです。任せてください。こう見えても人探しは得意な方なんです。迷子の妹を探したりね。さて、あんまりのんびりしている余裕はない。他の参加者たちも鶴屋さんを探して船内を駆け回っているに違いない。次はどこを探すか。
ここはそもそも隠れる場所が少ないな。日当たり良好で風通しもいい。不動産物件の謳い文句にはぴったりのロケーションだ。どうやらここは外れらしいな。なぜか俺が見つけられてしまった。妹に見つけたから、今度はキョンくんだね。かくれんぼじゃないんだから、それはない。キャー、何かを期待するような目で見ても無駄だ。また一人でうろうろしてるのか。ダメだって言っただろう。ある日か長門のそばにいろ。違うもん、お手伝いしてるんだもん。お手伝い、一体何の。ことは見りゃわかる。俺以外誰もこんな場所を探してないから。というわけでここはグーなのでした。お前もしかして鶴屋さんの居場所を知ってるのか。うん、知ってるよ。でも教えない。いいから、こっそり教えなさい。ダメだよ、バレちゃうと失格だよ。誰に似たのか、意外に頑固な性格だ。扱いにしてはヒントだけでは寂しいな。来た人にヒントを出すようにって言われてるもん。だからヒントだけ。それじゃ特別じゃないだろう。で、どんなヒントだ。黒谷さん、偉い人がいる部屋に隠れてるの。偉い人がいる部屋。この船にやんごとなき身分のお方が乗船なさっていただろうかと一瞬悩む。おい、その偉い人っていうのは。ヒントはここまで。もうダメ、あとはキョン君が頑張って鶴屋さんを見つけてあげて。我が血縁者ながら融通の利かない妹だ。偉い人がいる部屋か、なんとなくだが分かるような分からないような。さてと、思ったより時間をロスしてしまったな。出し抜かれる前に俺も動かなければ。まさか乗客の私室に隠れてるなんてことはないだろうと思いつつ、万が一を考えて船室を覗いてみたのだが。何してるのよ。なんと、まあ我らが団長様の登場だ。つーか春日、お前こそ部屋で何をしてるんだ。何してるって、鶴屋さんを探してるに決まってるだろう。ちょっとあんた、まだ見つけてないの。だいたいこんな場所を探しに来るようじゃ100年経っても見つけられないわよ。まったく役に立たないんだから。なぜか微妙にご機嫌斜めなの。そっちこそ部屋で何してるんだ。決まってるじゃない、この部屋が外れだってことを参加者に教える手伝いよ。外れか。もっと怪しい場所は他にもたくさんあるでしょうが。頭を使いなさい。これ以上ないくらい使ってるんだからな。でも今の話ぶりからすると、お前は鶴屋さんの居場所を知ってるんだ。知ってるわよ。知らなきゃよかったけど、手伝いに参加した以上誰にも正解を教えちゃいけない決まりになってるのよ。バレなきゃいいんじゃないの。私もそのつもりでちょっとスパイしてやろうと思って手伝いに参加したのよ。でもダメ、もしバレたら即アウトだもん。鶴屋さんの運命がかかってる以上無理できないでしょ。ある日にしては至極真っ当な常識的なことを言い出した。バレる可能性もないだろう。監視カメラや盗聴器がついてるわけでもあるまいし。そうは言い切れないわ。妙なところで慎重なやつだ。何かヒントはないのか。それくらいなら教えてくれたっていいだろう。キョン、まさかあんた本気で鶴屋さんの婚約者になれるとか思ってないでしょうね。あ？なんだいきなり。鶴屋さんはあんなに素敵な人だし。ちょっと待て、なんでいきなりそんな話になるんだ。俺は頼まれたから仕方なく。少しは思ってるんじゃない。鶴屋さん役者になれたらいいかもなんて。そもそも我が SOS 団の団長が物事を順序立てて問いかけるとは思えんが、急な質問だ。
どう答えるべきか。鶴屋さんを助けようと言い出したのはある日お前だぞ。そんなこと言われなくたって分かってるわ。だったらわけのわからんことを言って俺を混乱させるな。で、言いたいことはこれだけか。俺は一刻も早くこの馬鹿げたコンテストを終わらせたいんだ。よーそろよ。ん？なんだって？よーそろ。これがヒント、わかった？よーそろ。なんとなくつかめたような。わかったらとっとと行きなさい。何をそんなに怒ってるんだ。うるさい。よし、これだけヒントを集めれば場所の絞り込みができそうだ。偶然ではあるが、俺と小泉はどちらから誘ったわけでもなく船内の廊下で合流した。どうでしょう、そちらは見つかりましたか？だとしたらこんな場所で鉢合わせしたりしてないだろ。まだ見つけてない。ではヒントは手に入れましたか？まあな、ヒントと呼べる代物かはともかく。そうですか。そっちはどうなんだ、手がかりは？いくつかのヒントを手に入れただけですね。ですが、まあ鶴屋さんの居場所は分かったような気がします。そこは電子機器のたくさんある場所で、帽子をかぶった人物がよく出入りしている場所だそうです。それがお前の手に入れたヒントか。そうです。そちらは？こっちはこの船にとって一番重要な場所で、偉い人がいる部屋で、キーワードは要素。なるほど、すでに考えるまでもありませんね。操舵室だな。それ以外に考えられません。どうします、どちらが向かいますか？僕か、それともあなたか？俺が行くのが正解だったならそれでよし。そうでなかったとしてもせめて自分の手で失敗した方が後悔もしがいがあるからな。なるほど、承知しました。では後ほど。できればこのクルーズが終わりを迎えていることを祈って。さあ最後の仕上げだ。手に入れたヒント、それの示す場所はおそらくここ操舵室を指し示していると思われる。おあつらい向きに誰もいないときた。あら、キョン君って、ここで何をやっているんですか、ミスマルさん。あちこち見学させていただいてるんです。本当に広いお船ですね。見事なまでに目的が豪華客船の見学にすり替わっているな。そうですか、迷子にならないように気をつけてくださいね。もはや移住員については何も聞くまい。はい、わかりました。ではまた後ほど。さて鶴屋さんはどこだ、どこにいる？そう、隠れるのならここしかない。鶴屋さん、そこにいるんですよね。まるで犯人に投降を呼びかける警官のように俺は語りかけた。見つかっちゃったな。ええ、見つけました。この目とこの足とこの頭と仲間たちのヒントでバッチリと。よくわかったね、キョン君。乗客は入りにくい場所だから誰も来ないかと思ったよ。さすがキョン君、その活躍は他にもいろいろとミクルから聞いてるよ。よっ、名探偵。なんだろう、このほがらかで緊張感のかけらもない雰囲気はいいのか、本当にこれで。実はさ、こうしてキョン君が来てくれるんじゃないかなって期待はしてたんだ。これでいいんだよね。いいよね。俺に向かってじゃない。鶴屋さんは操舵室に響き渡るほどの大声でそう叫んだ。はい、結構でございます。
お嬢様。確かに彼こそがコンテストの優勝者です。認定させていただきます。スピーカーから誰かの声が聞こえた。今の声は、ウッドコの代理人。これでやっと面倒な騒ぎから解放されるよ。客船のオーナーだわ、いいとこのお嬢様だわ。今回の一連の鶴屋さん騒動は想像をはるかに超えたシチュエーションばかりだったな。何はともあれ、これで一件落着したわけだ。あのさ、一応これは念のために聞くけど、本当に婚約者候補にとか考えてたり？まさか。謹んで辞退させていただきます。そうしてくれると助かるよ。ジャイロン君、婚約辞退宣言を改めて船を降りてからよろしく頼むよ。かくしてこの馬鹿げた花婿コンテストは俺が優勝するという形で幕を閉じた。鶴屋さんも喜んでくれました。あとは船を降りてから改めて婚約辞退宣言をします。そうですね、そうしないとキョン君は鶴屋さんのお婿さんになっちゃいますね。よくやったわキョン、今回だけは褒めてあげてもいいかも。待てよハルヒ、まだ終わりじゃない。婚約自体を宣言しなくちゃな。まだ宣言してないわけ？どうしてわざわざ船を降りてから辞退する必要性があるのよ。おそらく辞典繰り上げで別の候補が婚約者になってしまう防ぐためですね。そうらしいな。ちなみに辞典はあの伊集院だ。仕方ないけど、これは鶴屋さんのためにやったことなのよ。ねえキョン、あんたちょっとデレデレしすぎなんじゃない？いつ誰がデレデレなんてした？今よ、まさに今そういうだらしのない顔をしてるのよ。でもいいわ、今日は許してあげる。そりゃどうも。目論み通りコンテストを勝ち抜くことができた。我らが団長も概ね上機嫌な様子で、俺としても一安心といったところだ。私、鶴屋さんのところに行ってきますね。よかったねって伝えてあげたいから。では僕もご一緒します。長門、今まで倉庫に行ってたんだ。倉庫。そういや倉庫を探さなかった。長門も鶴屋さんの手伝いをしてたんだろうか。もしや長門は手伝いに参加せずにこの異常事態を調査していたのだろうか。結果オーライね。なかなか楽しかったわ。鶴屋さんに恩返しもできたしね。もう二度とこんな無茶なシチュエーションのクルーズを思いつかないでくれ。こっちはお前の一挙一動でとんでもない目に遭ってばかりだ。なぜだ、なぜ君が鶴屋さんに、鶴屋家の花婿候補に選ばれるんだ。俺に聞かれても困る。決まってるわ、キョンが優勝したからよ。彼は庶民だろう。しかもただの学生だ。そういうあんたはただの金持ちでただのボンボンじゃない。変わらないわ。納得がいかない。これは茶番だ、茶番劇だよ。だからそれは俺たちじゃなく他の人に言ってくれ。こんなはずはなかったのに。ブツブツと一人で文句を言い始めたぞ。ま、肝心の春日も上機嫌の様子だし、鶴屋さんの婚約は阻止できたんだから、ひとまずはこれでよかった。
ということにしておこうと。Thank you.